ファンゴッホ美術館は、オランダのアムステルダムにある、フィンセント・ファンゴッホの作品を中心とした美術館である。フィンセント・ファンゴッホの作品を中心とした国立美術館。ファンゴッホ作品のほか、同時代のポール・ゴーギャン、ロートレックラの作品、ファンゴッホが系統していた、日本の浮世絵、盛んに模写をしたミリエなども展示されている。 ファンゴッホとは直接関係のない特別展も積極的に開催している。ファンゴッホ作品の心眼を鑑定するなど、ファンゴッホに関する世界的権威である。日本にある作品では、損保美術館肖像のひまわりやウッドワン美術館の農夫について新作である旨の鑑定をしている。ただし、ファンゴッホの個人美術館にとどまらず、19世紀を中心とした、 近代美術の展示、研究機関となっている。ファンゴッホは、後の時代に盛んに研究や、新たなる創作の源となっている。そのため、ファンゴッホに関する書籍が多く出版発表されており、それらの書籍を2万4000冊以上有する、図書室が美術館に併設されており、来館者も閲覧をすることができる。ゴッホ美術館ファン、ゴッホ美術館は1973年、 ゴッホ財団及びアムステルダム市の協力を得て国立美術館として開館した。美術館の元となったコレクションはファンゴッホの弟であり経済的、精神的な講演者であったテオことテオドルスファンゴッホと妻ヨハンナファンゴッホボンゲルの所有だったものである。内訳はゴッホの油絵約200点、素描約500点、書簡約700点、それに ファンゴッホとテオが収集した浮世絵約500点などである。テオ夫妻の没後、コレクションは彼らのこのフィンセント・ウィレム・ファンゴッホに相続された。フィンセントは、叔父の作品をまとまった形で保存したいと希望した。そこで、オランダ政府、アムステルダム市などが資金を出し、1962年にファンゴッホ財団を設立した上、財団が作品を購入、または寄付を受けた。 現在の美術館は、財団がそのコレクションを、国立の美術館に永久帰宅する形で運営がなされている。国立美術館と称されるが、国立美術館自立法に基づき国が出資した財団法人により運営されている。ファン・ゴッホ美術館本館と、別館アムステルダム市内のミュージアム広場に面しており、近くに、アムステルダム国立美術館、アムステルダム私立美術館があり、 芸術鑑賞には非常に便利なロケーションとなっている。2019年1月24日、所蔵する作品、ひまわりについて修復作業を経て破損しやすい状態であることが判明したため、今後は貸し出しを行わないと発表した。同作品は世界に5作品しか現存かつ美術館、所蔵されていない。ありがとうございます。